ほう。この寂れた商店街は一体何なんだ。平日だけどこのシャッター街、東京のど真ん中にあって、なんて渋い。いろは街商店街。不思議です。いわゆるここが山谷だ。初めて来ました、山谷。突然山谷の中にカンガルーホテル、すごい。日本ずつアンドン旅館、あれ今日やってないのかこれ。アンドン旅館、日本ずつ不思議な地区だな。4畳ってことですかね、畳4個分。4畳半で全部設定してますね。あ、4畳半、はい。バスとかトイレと、トイレと、あとはこちら、あ、シャワー室っていうのはあるんですか。シャワールームが各階に一つありまして、ええ、こちらになるんですけども、あと、その、例えば他に支店みたいのもあるんですか。支店がなくて、ここは、なるほど、はい、ここはいつでも入れるんですね。いつでも入れる。すごい、広い。赤仕切りで入れるんですね。屋上もあるんですか。屋上もある。ちょっと、狭くなってるんですけど。あで、洗濯、さらに上まであるんですね。よいしょ。よいしょ。わお、すごい。はぁ、いいですね。あ、ほんと。あ、しかもスカイツリーが近いんですね。でもね、見えていいですね。結構アクセスもいつもあるんですけど、なんかお茶会だったり、結構人気なのはお茶会だったりとか。毎週やってるんですか。そうですね。予約が入れば、もうちょっとやるって感じです。なるほど。あとはあの近所の酒屋さんですごく有名なところがあって、ええ、あのお酒のテイスティングとかもやれる。そうなんですよ。サタデースタイル、サタデースタイル、コーヒー屋さん、すごい。建築家の商談スペース、建築事務所、すごいな。めちゃ渋いです、ここ。めちゃ渋いな、ここ。はぁ、コーヒー飲んでます。すごい、スタイリッシュ。もうめちゃめちゃいいです。こんなの作りたいな。吹き抜けにして。超いいですね、ここ。オフィスのエントランスであり、コーヒー。ました。かっぱ橋のボルダリングジム。石井商店。さて、本日最後は上野のブレイブスさんです。インディアンジュエリーブレイブスさん、マッキーっていう、インディアンジュエリーなんですよね。すごく貴重なんですよ、ね、ちょっとそんなのお話で今日は来ました。ブレイブスさん、